ございます。ただいまベアマウンテンの、ホテルにいるんですけれども、ちょっと昨夜いろいろありましてなかなかお伝えできなかったんですが、ではお部屋のご紹介。まだジョンさん寝てます。問題があった部屋なんですけれども、レイクビューをリザベーションしておいたんですけど、一応レイクビューのお部屋を用意していただけたんですが、じゃじゃん、これレイクビューだって。確かにレイク見えるけど木ばっかやん、全然見えないやん。もうでもとりあえずバースデーボーイのジョンさんはまだ寝てるので、私は朝の散策に行ってこようかと思います。もうバケーションなのにストレスばっかりたまる旅でしたそして食生活も乱れて、もうニキビとかすごいやん。なんかもう、では朝の散策に行ってきます。それではジョンさんを置いて朝の散歩に行ってきたいと思います。もうね、問題がなかったら結構ね、子供とか喜びそうなねホテルなんですよ。自然いっぱいだし、もうなんで気をついてないのかな。ほら、こちらロビーなんですけど、かわいいの、いちいちこのチェアの柄見て、ほらこんなかわいいのよ。で、こうハンガーってほら、なんかロッジ風っていうかね、あー暖炉もあるし、どう？あ、ここからのレイクビューはまあ悪くない。ちょっとお天気曇りで、ここからね雨が降るんですけど、外出られるのかな。出られるよ。ほら、自然いっぱいで、これ紅葉の時期いいよね。こっからね、お水流れてるの、下まで、レイクまで。なんかほら、紅葉の時期に来たらめっちゃ綺麗よ。ほら、いっぱい。ね。ちょっとビデオだとね、なんじゃこれって感じですけど、実際はなかなかいい風景ですよ。湖とその向こう側はハドソンリバーになってるので、うん。そしてこちらにはほら暖炉もあるのよ。これちゃんと本物の火が焚かれてんの。では。散策に行ってきますよ。はい、ここはオーバールックというエリアで、ここ多分キングベッドとかファミリーとかが泊まれて、本当は私たちが泊まるはずだったコテージは多分これから歩いていくと見えるかなと思うんですけれども、ではちょっと散策してまいります。2日滞在する予定だったのに、ホテル側がオーバーブッキングで1日になってしまったので、もうマキシマムで楽しむには寝てるジョンさんは置いてでも
朝から今ね7時半なんですけどね、今から朝ウォーク、ミトコンウォークに行ってまいります。はい、はい、朝の散策には持ってこいだけど、ちょっと待って、木が倒れてるよ。ちょっとアドベンチャーっぽくなってきた。この木をくぐらないといけないってことね。よっと、オーライト、あっ、ほらこれでちょっとショートカットできたってことね。はい、どうやらねこちらがね本当は私たちが泊まるはずのコテージだったんですけどね、残念ながらステークで泊まれなかったんですけどね。一応どんなレイクビューだったのか見に行ってきます。よっと、もうほんと結�婚して2週間これハネムーンではないんですけど、ジョンさんのバースデートリップなんですけど、最悪なことになってきました。あー、でももうこっちの方がビュー良かった。ほら、めっちゃレイクビューやん。コテージで泊まる予定だったのに、まあでもここからだとハドソンリバーは見えませんね。じゃあ次行ってみましょうか。はい、お、ちょっとねあちらにねあのベアマウンテンブリッジがあるので行ってみましょう。